おお、今日は店が開いているなんて幸運だった。キャシー殿、席は空いているかな。あら、近くに用があったから寄らせてもらったよ。今日はいつにも増して盛況だな。ああ、いや、今日はコーヒーで。この後すぐにサーヤと現場へ向かうことになっているんでね。頼んだぞ。あら、ごめんなさい。え？いらっしゃいませ。おお。やあ。あら。ええ。すごいですわ。おお。ですな。ええ。いえ。え？ええ。そんな。こんにちは。え？ところで。これはこれは。もちろん。私も。ねえ。しかも。いえ。何言ってますの？ですが。どうぞどうぞ。はい。ねえ、どうした？なんですって？仕方ないですわね。そうですわね。あら、どうしたの？もしかして。え？え？あ、宝石の窃盗事件の犯人ですと？その事件が起こったのが、あなたが勤めていた宝石店ということですね。はい。それで。なんと、それは大変でしたね。しかし、そのオーナーはあなたが犯人であると確証を持っているので。いや、それで。あなたのその判断は正しいと言えるでしょう。もちろんですとも。どうかご安心いただきたい。この名探偵バルは
必ずやあなたの身の潔白を証明してご覧に入れましょう。おお。ちょっと先生。どうした。犯人は。いや、彼は犯人ではないよ。もしかして。いや、そうではない。パンダ。さあや、依頼主の目をよく見てみろ。あの曇りなく澄んだ瞳。さあや、君にはあの瞳が嘘をついているように見えるか。そうか。まあいい。これから彼の身の潔白を証明するために調査をするんだ。その捜査の中で彼が犯人かそうではないかも見えてくるだろう。それは確かに。そうだろう。私の目に狂いはない。というわけです。このお話お受けいたしましょう。私も。おお。なーに、この名探偵バルワとその助手サーヤがいれば万事解決しますよ。その おお、これは。だがしかし、真犯人ははっきりした。我々には確固たる証拠がある。はい。現場へ急ごう、サーヤ。ちょっと先生。さて。まあ、そんな。ええ。いえ、そんな。待て。ははあ。ともあれ。でも、その…待たせてしまいましたかな。しかし、この名探偵が来たからには見事事件を解決に導いてみせましょう。先生。すまん、気が急いてしまってな。なんですの。あら、あれ、それが。なるほど。ん。おお、リック君じゃないか。事件あるところに探偵ありだ。もちろんこの宝石盗難の難事件を解決しにやってきたのだよ。ははー。何。いや
ともあれ。まあ。バードだ。ん？ニック君、君のその推理、果たして全てだと言えますかな？ん？真実は必ずしも一つとは限らんだろう。いや、ニック君、いいから一旦ここは私に任せてもらおう。皆さん、この名探偵バロアがかき集めた数々の証言と証拠をもとに事件の真相を暴いてみせましょう。というわけで、この店の店主というのはあなたですね。私が、まったく。いいえ、店主殿、私たちは部外者ではありませんよ。この宝石盗難事件の関係者から正式に依頼を受けましたのでね。はい。はい。言うなれば、私にとってこの事件の容疑者は彼以外の人間、すなわち皆さん全員ということになります。え？まあ。で、ではなぜ店主殿は男性に疑いをかけた？君はそこに違和感を感じないかね？とはいえ、宝石窃盗の犯人は彼女であるということは我々の調査でも明らかになった事実ではある。だが、その裏に真実に隠された真実というものがあることに気がついたのだ。うん。おお、そうだとも。俺の推理を聞いてくれ。では、そうです、まずはその理由をお聞かせ願いたい。やめ。いいえ。なぜだ。では質問を変えましょう。あなたはなぜ犯人は他にいることを知りながらも男性に罪をかぶせようとしたのですか？な、喫茶キトゥンで一時。密会した相手はあなたが依頼したエージェント。店から宝石を盗んでほしい。あなたはそのエージェントにそんな依頼を持ちかけた。なんですって。まさか。で、そんな。ははあ。そしてあなたが盗むように指定したのは300カラットを超えるピンクダイヤの原石のレプリカ。本物を持ち出されるわけにはいきませんからね。あなたは精巧なレプリカを用意していた。エージェントは依頼通りにこのレプリカを盗み出したが、その後あなたの想定外の事態が起こった。なんと、エージェントとは別に本当に宝石を盗んだ人間が現れたのだ。レプリカではなく本物の方をね。ああ。ちょっと、
あなたが自作自演の宝石盗難事件をでっち上げようとしたことは確固たる事実。あなたがエージェントに渡したこの手紙とこのダイヤのレプリカが物語っている。そしてその罪を男性にかぶせる。そこまでがあなたの企てたことの全容です。そんな、何、そこに証拠だと、そんなものは。いや、はあ、おお、そういうものだな。おお、それは妙案ですな。とある信頼できるルートです。へえ、ちょっと、しかしわからないのが、なぜこの方に濡れ衣を着せようとした。怨恨、報復、利欲、愉快犯、さまざまな観点から考えてみたが動機がわからない。多分、でもそれは、おや、すみません。お聞かせ願おう。まさか。え？でも、そんな、そんな、え？はあ、おいおい。なるほど。はあ。それは、つまり、それで、だから、なるほど。そんな、やれやれ。でも、ごめんなさい。でも、そんな、数々の鬼畜のごとき所業、全空が許してもこの俺が許さん。生涯を誓い合った女性の信頼を裏切り、さらに罪を重ねようとする、その卑劣極まりない行為、男の風上にも保険ぞ俺ら。
事件は万事解決。依頼人も仕事を辞めることにならずに済み、よかったじゃないか。はい。あなた。お、あなたは依頼人の。その。あの。助かりました。お、おう。おい、サーヤ。今のはどういうことだ？誰だ？いや。ん？あなたは、たった今、あちらの方へかけていったではないか。どうしてそんなところに？貴様は怪盗シャノアール！何がどういうことだ？わからんぞ、わからん！バルワ君、私が。もちろん。ということは、エージェントというのは貴様のことだったのか？貴様、あのような姑息な人間の依頼を受けるような下賤な輩だったのか？見損なった！おっと、目を。だから。だがしかし貴様、なぜそんなことを、何が目的だ？ああ。では。そうだ。それから。そうだったのか。何？何が本当で何が嘘なのかこんがらがってきたぞ。依頼人の男性というのは存在するのか？当然だ。ああ、おかしいと思ったんだ。私と初対面のようなことを言い出すのでな。先ほどの方が本物の依頼人か？いや。ふん。何？貴様が何を言ってるのかさっぱりわからんぞ。つまり。事件は貴様の遊びじゃないんだぞ。うん。では。この名探偵をおもちゃにするなど許せん。もう二度と奴に踊らされてたまるか。待っていろ、怪盗シャノアール。